戦いは回避できたか。やっ、はっ、うっち。あのさ、敵が現れたぞ。手応えありそうだ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。ここは逃げよう。敵だ。不意打ちに気をつけ。まだ気づいてないみたいだよ。ま、負けねえからな。やれるのか、俺に。バッチリ合わせるからね。準備 OK だよ。キル、これだな。私から行くね。決まった。次の手はどういう。そうだな。いくよ。えい。クラム、まだいけるか。無論だ。その技でいきましょう。パリの刃。よし、私から行くね。やった、私たちの勝ちだね。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。
近いぞ。ひとまずは安全か。俺を構えろ、イツキ。てあてあ、やったね。俺たちなら勝てる。てあ、みんな気をつけてね。やっ、カインの力を使いこなす。うやっ、自信はないけど。バッチリ合わせるか。その技でいきましょう。クロム直撃、やった。私から行くね。決まった。やれ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 、俺らのコンビネーション見せてやろう。セーフ。一緒に行こう、クロム。おう。俺は負ける。お疲れ、みんな。に気をつけろ。ひとまずは安全か。敵だ、不意打ちに気をつけろ。一気に片付けよう。準備はいいかよ、カイン。言われるまでもない。やってみねえとわからねえな。バッチリ合わせるからね。それで弱点を攻めろ。バッチリ合わせるからね。おお、弱点発見。まずは俺頼んだ。私だって決まった。次の手はどういく。そうだな、バッチリ合わせるからね。やってみねえとわからねえ。はあ、聞いたぜ。俺から行く。この日を逃すな。強いぞ。バッチリ合わせる準備 OK だよ。難しいかも。イカズチよ。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう、私頑張るね。助かった。落ち着いて集中して。助かった。カインの力を使いこなす。やってみねえとわからねえな。全て焼き尽くす。ジャンプ。どうしよう、難しいかも。落ち着いて集中して。よし、まだいける。うわ、その調子だ、イツキ。うん、ありがとう。俺は負ける。いいぜいいぜ。
やり翼、無理してない？まだまだ大丈夫だよ。落ち着いて、集中して。しゃあ、どんどん行くぜ。弱点発見、ミラージュアタック、いけるぞ。よっ、俺は負けん。俺たちは負けない。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。先制取った。すごいぞこいつら。はあ、しまった。自信はないけど。この攻撃だ。衝撃一丁止め。気合い入れろ俺。それよ、貫け。弱点発見、始めよう。のじるなよ。もう一つおまけ、決まった。くっ、大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう、私頑張るね。よし、絶対つなげてやるよ。シーダに教わってこれ苦手なんだ。この日を逃すぞ。よっしゃ、敵の動きをよく見るんだ。わかった。せい、追撃追撃。やり、私に倒せるかな。助かった。任せて。助かった。クロム、俺がお前を守る。ライガの動きを思い出せ。いや、弱点発見。熱い戦いだったぜ。俺のとっておきだ、受け取れ、トーマ。いいか、敵だ、一気に決めろ。てらっ、てらっ、てらっ、先制取った。
ぶっ倒してやるよ。バッチリ合わせるからね。その技でいきましょう。いいね、くらえ。どうよ、時に侵される気分。もう一つおまけ、決まった。やるぞ、いつき。ああ、それよ、光の刃よ。ここか。みんな、ついてきて。決まった。気合い入れろ、俺。オッケー、いいね、くらえ。すごいよ、毒に侵される気分。私だって決まった。うわっ、やった。こんな時は決めてみせた。大成功。俺たちがやるんだ。バッチリ合わせるからね。その技でいきましょう。見切った。よし、みんなついてきて。これでカインの力を使いこなす。おお、やり。結構手ごわいかも。えい、うんうん、5000円、ありがとうございます。助けてくれ。お、なんだこの声。あ、あそこ見て。誰でもいいから、その化け物をどうにかしてくれ。助けよう。負けられない。バッチリ合わせるからね。しびれろ。ここか。みんなついてきて。決まった。さあ、クライマックスだぜ。バッチリ合わせるからね。くらえ。弱点発見。始めよう、今だ。私だって。いいわね。わっ、うん、この戦い絶対負けられないよ。やった。私のやりさばき。いいわね。始めよう、任せた。ナイスコンビネーション。いいぜいいぜ。やられる準備はできたかよ。いいね、その技でいきましょう。いかせ。弱点発見。まずは俺。よろしく。絶対決めるね。決まった。まだまだ。準備 OK だよ。その技でいきましょう。準備 OK だよ。とどろけ。これだな。セッション行きます。これで消費したカロリーで特大パフェは無理そうね。それで弱点を攻めろ。かわせないよ。ついてきて、行ってくれ。
おりゃ殲滅完了。これで一件落着だね。俺の技、今の樹なら使いこなせる。なんとか倒せた。ありがとう、君たち。あれ、よく見るとあなたはもしかしてトーマの知り合い？畑中八草さん。この業界じゃ知らない人はいない超敏腕プロデューサーだよ。今回のライブの仕掛け人でもあるんだぜ。お会いできて光栄です、畑中さん。名前だけ一人歩きしてる感じだな。まあそんな大した人間じゃないよ。と、それより一体何が起こってるんだ。106で騒ぎが起こって逃げ回ってたら。なんて説明したらいいのか。この場所から出られますから。おう、わかった。敵だ、一気に決めろ。おい、見ろ、あそこ。お姉ちゃん。待て、翼、一人じゃ危険だ。落ち着くんだ。焦っても綾葉さんは助けられない、うん、ごめん。あんな姿になったお姉ちゃんを見てたらキリアさんのこととかいろんな気持ちがごちゃごちゃになっちゃって、つい。そっか。ねえ樹くん、小学生の頃今と違って私がちょっとだけドジだったの覚えてる？今と違って？うん、それがどうかしたの？ああ、それで続きは？たまに私がドジして落ち込んでるとお姉ちゃんが誘ってくれるの、一緒に歌おうかって。そしたら落ち込んでた気持ちがどっか行っちゃってお姉ちゃんと一緒に歌いながら笑っちゃう。だからもしミラージュがお姉ちゃんを操ってこんなにひどいことをさせてるなら私は絶対に許さない。その様子なら心配いらないな。心配って？もしかしたら翼は綾葉さんと
戦えないんじゃって思ってたんだ。もちろんお姉ちゃんと戦いたくなんてない。だけど私キリアさんや舞子さんから託されたんだもん。だから私の手でお姉ちゃんを助けたい。今度は私がお姉ちゃんを笑顔にしてあげたいの。翼ならきっとできる。俺も協力するから。俺たちにはもう一人心強い味方がいるし、きっとうまくいくさ。なあトーマ。ああもちろんだ。絶対お姉さんを助けようぜ翼ちゃん。いつきくん、トーマくん、ありがとう。戦いは回避できたか。この攻撃だ。準備 OK だよ。見切った。やった。セッション行きます。これでどうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。絶対つなげてやるよ。バッチリ合わせるからね。パリの刃よ、この日を逃すぞ。みんなついてきて。これで間一発。負けねえからな。ジャンプだ。こんな時はよし。逃がさないんだからついてきて。いい、任せろ。やり、行って行った。次はあ、決まった。ラスイッチ。ざっとこんなもんや。一歩ヒーローに近づけたかな。
パフォーマーが集まるミラクルステージブルームパレスへようこそ。聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができるようになったよ。レディアントユニティって言うんだよ。新しいユニティ忘れずにチェックしてね。新しいカルネージが作れるようになったよ。新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。どんなのができるんだろう、楽しみだね。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ、レディアントユニティ。クロム、イツキ、それじゃあユニティするよ。行くよ、レディアントユニティ。シーダ、翼、ヤッ。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ、レディアントユニティ。シーダ、翼、ヤッ。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ、レディアントユニティ。カイン、トーマ、行くぜ。せよ、次は何をするの？
これでいいかな。それじゃユニティするよ。行くよ、カルネージユニティ。シーダ、私に力を貸して。今作ったカルネージここでもう装備しちゃう？次は何をするの？バイバイ。何か用？どうします？ふぅ、お金。さよなら。俺を構えろ、イツキ。ひとまずは安全か。
敵だ。一気に決めろ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで。準備 OK だよ。行かずしよう。やった！みんな、ついてきて！決まった！こいつ、初めて見るぜ。たぎるぜ。聞いたぜ。なんか、初めて見るのがいるよ。しないといいな。絶対つなげてやるよ。よし、絶対つなげてやるよ。逃がさないんだから。あれ苦手なんだよね。まずはお任せだ。任せろ。とどめ。かっこいいとこ見せないと。やってみねえとわからねえな。やってみねえと分からねえ。それで弱点を攻めろ。弱点発見。ついてきて。任せた。もう一つおまけ。決まった。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。バッチリ合わせるからね。難しいかも。ちぎれろ。しないといいな。絶対つなげてやるよ。しないと貫くよ。正義は勝つ。やってみねえとわからねえな。すべて焼き尽くす。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。バチカで切る。俺は負け。一番やり殲滅完了。どうもです。この力受け取って、翼。いいかしら。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。落ち着いていこう。セッション行けるぜ。クロム、解き放つ。
一気に片付けるぜ。たぎるぜ。聞いたぜ。こんな時は。いけるいける。落ち着いて集中して。よし、まだいける。かっこいいとこ見せないと。おー、聞いたぜ。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。この攻撃だ。見切った。ここか。俺に続け。よっしゃ。今度こそ。ぜい大成功。ご声援ありがとうございます。少し広いところに出たけど、本当にこっちで合ってるのかな。いや、ビンゴだ。あそこを見ろ。お姉ちゃん、やっと追いついた。あら、ずいぶんと可愛らしいお客さん。こっちでは5年もの時が過ぎてるのよ。
子ね。つまりね、あの子は綾葉の妹よ。取り付いているミラージュのせいかもしれない。あら、ひどい言い草ね。人のせいにする男ってモテないわよ。私はアヤハを操ってないわ。だって私たちはパートナーだもの。じゃあ、あれがアヤハさんの本心だって？違うよ、イツキ君。こんなのがお姉ちゃんの本心のわけがない。だって私は知ってるよ。お姉ちゃんが毎日夜遅くまでたくさんたくさん練習してたこと。お姉ちゃんはいつだって前向きに頑張ってた。頑張ればうまくいくの？違うでしょ。練習で得られるものは虚飾の安堵。単なる自己満足に過ぎないのよ。そうよね、アイア。夜遅くまで練習したのは、そうしないと不安で眠れなかったから。私より可愛い子が何人も消えていく。私より歌が上手い子が何人も潰れていく。私なんかがアイドルをやろうなんておこがましいって。すぐに気づいたわ。それなのに、みんなは無責任に期待して、重いよ。私には背負いきれない。これ以上、幻想を押し付けるのはやめて。私に才能なんてなかったのよ。そんなことない。アイドルをしてた時のお姉ちゃんは、キラキラ輝いてた。歌ってる姿からこの仕事が好きだっていうお姉ちゃんの気持ちが伝わってきた。何を言おうと無駄よ。アヤハはそんな軽々しくて無責任なあなたたちにうんざりしてるの。違う、そんなの信じない。私が信じるのは、私が見てきたお姉ちゃんの姿だけ。才能なんて関係なく、お姉ちゃんはアイドルだよ。可愛くてかっこよくて大好きだから。今でも私はお姉ちゃんの大ファンだもん。音が聞こえる。これは翼の声。よろしくないわね。よろしくない。邪魔なんてさせないわ。私たちにはやるべきことがあるのよ。どいて。私はお姉ちゃんを連れて帰るんだ。こいつ、初めて見るぜ。やってみねえとわからねえな。
うやっ、初めて見るやつだ。慎重に行こう。俺に任せて。元気になれたよ。やっとお姉ちゃんを見つけたのに邪魔しないで。助かった。これなら。よし、俺はお前を信じているぞ。頑張るよ。よかった、やったね。カインの力を使いこなす。やってみねえとわからねえな。すべて焼き尽くす。私に倒せるかな。失敗しないといいな。飛んでっちゃえ。いいわね。ついてきて。よし。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。はあ、やってみ。はあ、よかった。元気になれたよ。結構手ごわいかも。失敗しないといいな。いいね。吹き飛べ。よかった。よし、うわ、どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。一か八かで。遅い。ラスイチ。いるぜ。聞いたぜ。消費したカロリーで。特大パフェは無理そうね。助かった。待たせて。いつき待てるか。まだまだ。あいつで最後だ。よっしゃ、これだ。やったね。俺らのコンビネーション見せてやろう。すべて焼き尽くす。聞いたぜ。結構手ごわいかも。失敗しないといい。飛んでっちゃえ。俺から行く。俺たちの勝ちだ。一歩一歩着実に。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。
この力、受け取って、翼。いいかしら。早くお姉ちゃんを追わないと。翼、ちょっと待ってくれ。追うのは賛成だけど、一度落ち着いた方がいいかもしれない。綾葉さんについて少し気になったことがあって。気になったこと？翼の声が聞こえていない、そんな気がするんだ。聞こえてないっていうより届いてないって言った方がいいのかもしれないけど、思い出してみてくれ。綾葉さんはあのミラージュには従ってたけど、翼の言葉には答えを返していなかった。言われてみればそうかも。だけどどうしたらお姉ちゃんに声を届けられるの？歌というものがあるわ。シーダ。翼の姉を思う気持ちと焦り、今も私に伝わってきてる。だからこそその思いを歌に乗せればいいと思うの。思いを歌に乗せる。キリアのライブを見て、歌には言葉に特別な力を与える効果があるように思えた。それは俺たちの持つ戦う力とは全く異なる力だ。キリアさんのライブ、うん、私歌ってみる。私の歌で今度こそお姉ちゃんを助けるんだ。お、この光はライブの時に出てきたパフォーマー？イツキ、確かチキのユニティには才能を開花させるものがあったはずだ。このパフォーマーを使えばもしかしたらミラージュの力を破れる歌を。試してみようよ。